今月上旬に心不全のため54歳で死去した大相撲史上初の外国出身横綱で格闘家としても活動した明けぼ太郎さんの葬儀が14日、都内で営まれた近親者に加え、同期の元横綱三代目若野花の花田虎上氏や、元大関でタレントの小西木安吉、明けぼさんの入門時の師匠で元関脇高見山の渡辺大五郎氏、 元大関海洋の朝香山親方、元横綱武蔵丸の武蔵川親方、元関脇琴ノ若の佐渡ヶ岳親方、大関琴ノ若、元 K1 プロデューサーの谷川貞治氏、プロレスラーの浜亮太ら300人が参列した。祭壇には現役横綱時代に浴衣姿で笑顔を浮かべる明物さんの写真が中央に飾られ、両脇に2000年名古屋場所、 同年九州場所の優勝額が置かれた。棺にはハワイ州の旗が掛か,かられた。向かって右側には小西岸や武蔵川親方ら大相撲関係者の花。左側には大相撲引退後に飛び込んだプロレス。格闘技関係者の花が飾られ、師匠の武藤慶治、天竜玄一郎らの名前が並んだ。